ポップライン、ポップライン、はい、ということでポップラインのランニングラムシーポッポッポーチカラー、そしてババの制作のランニングラムですよろしくお願いします。すみません皆さん、こんな暗い時にね急遽撮影ねさせていただいてるんですけど、今ちょうど僕が木曜日、中野の平和の森公園でやってる打倒サブ 3.5 練習会カッコ仮っていうのに、なんと部長が遊びに来てくれて、それの今練習終わりでちょっとね撮影させてもらってるんですけど、この組み合わせってランチューバー今シーズン最速ランナーじゃないですか。ランチューバー界最遅と書いて最地ランナーなんですよ。でも最速ランナーから最地ランナーでもなんか盗めるものあるんじゃないかなと思って、今日はちょっと根掘り葉掘りいろいろフルマラソンどうやってるのか、何を気をつけてるのか部長に聞きたいなと思っております。本当は今日滝本さんに最後のアドバイスをしに来たんです。マジ超嬉しいんだけど、これを撮影してなかったら言わないつもりだった、もしかして。で最後に言おうかなと思ってました。言おうと思った、よかったよかったちなみにですけど、この前にあのビルドアップ走やって、その後ジョグしてたんですよね。あのダウンジョグのスピード、キロ4分45です。バカ野郎、俺のレースペースより速いわ。4分45ですよ皆さん、やばくない？なんか早いなと思って後ろ見たらいつものみんながいないの。全然ちょっと靴ずれ起こしてたんで、うん、ちょっと遅かったかも。遅い気味、はい、やばい、俺あんくらいでレース走ってんだ。さあそんな感じでね、ちょっと部長に質問していきたいんですけど、なんか今からでもすぐ真似できるようなこと聞いていこうかなと。もうフォームとかはさすぐに変えたりはできないんですけど、はい、例えばフルマラソン前日の夜のご飯とか当日のご飯なんか気にしたりしてますか？エネルギーをいろいろ考えてる方なんで、しっかりカーボローディングします。それはちなみにお米それとも麺類、なんかそういうこだわりありますか？そこにこだわりもないですね。ただ単純に炭水化物、オーソのやつを食べます。はいはいはい、オーソドックスに。そうですね、まあ、でも大体家にいる時は米です。この間特に佐賀桜マラソン出た時は実家から行ってたんで、親にめちゃくちゃ言ってたんですよ、今日はこれでって。ああ、なるほどね。1号っていうじゃないですか、それなんですよ。前日の朝 0.5、昼 0.5、夜1号でプラスアルファ足んないなと思ったら、あのチョコチップスティックパン。それね、こだわりなの。それはチョコスティック、もう一回言って。チョコチップスティック、チョコチップスティックパン。100円ぐらいで売ってる。いや、分かる分かる、あの5本くらい入ってるなんか本数減ったやつでしょ最近。そうね、あれを調整して食ってます。学生の時俺金ない時からめっちゃ水のふやかして食べてた。僕もカーボローディングの日にあんまりお金かけたくないんで、安い炭水化物。当日は朝、当日の朝1号です、米。朝1号はちょっと多分皆さんからしたら多いなって思う、感じる方も多いかもしれない、ね、だと思います。社長っていうキャラがいるんですけど、まあ、僕の妻なんですけど、めっちゃくちゃ言われるんですよ、食ってる姿がゴリラだって、全然お腹空いてないんですよ、で、6時間前に僕来るんですよ、レース。おー、マジ結構早いね。10時スタートとかだと4時、で9時スタートだったら3時とかに起きて食べてるんですけど、目覚めてすぐに米をかっくらってる。仕事として食べてる。仕事として作ってます。朝1合ご飯食べてプラスアルファ何食べてますか？お味噌汁とかなんかいろいろあるじゃん、そういう。あ、もうほんと米だけ。米とあとカレーですね。米プラスカレーライス。あ、カレールーです。あ、ルーね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 。よかったよかった、なるほどね。カレーがなければ何でもいいです。納豆とか卵かけご飯とか。でもカレー食べるのって意外にその油分じゃん、油じゃない。あー、考えたことなかったですね。それでお腹痛くなってますね。あなたのお兄ちゃん違います？あなたのお兄ちゃんも食べてない？カレーライス。うん、カレー、大体カレーかもしれないですね。そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃないかもしんない。カレー食べるんだ。でもそこには決めてないです、ただお米1合プラス卵とかかけて食べる時もあれば、もう単純にふりかけだけとか。はい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 。ちなみに水分的な考えるとどうですか、ウォーターローディング。前日と当日ウォーターローディングって心がけてるわけじゃないですけど、常日頃から大体2リットルぐらい飲んでるんですよ、水。それはレース1週間前とか。あ、でもう今日とかもそうです。あ、マジ？なので、美容男子。そうなんですよね。あの30になったんでそろそろねって潤いをと思って、水をよく飲むようにして。普段から2リットル。そうですね。じゃあ当日別に増やしたりするとかもない？ないですね。蛍光補水液ちょっと飲むとかもそこまで意識はしない？ないですね。レースのもう1時間前とかにモンスターを飲むぐらい。カフェインはそれだけ？モンスター、その直前食べる、あ、飲むやつとかは。あとは嗜好品としてコーヒーを、チョコチップスティックパンと一緒に。好きね。
ベア的なことも聞きたいんですけど、ソックスのこだわりとかありますか？あんまりないんですけど、うん、強いて言うなら僕は厚手のソックスが好きです、うん、それなんで？あんまりこう接地を感じたくないんで、はいはいはい、厚底プラスさらに厚くしたいっていうので厚手のソックス。あ、クッション感が欲しいってこと？そうですね。あ、似てる。俺もそっち派です。もう本当あんまりロードを味わいたくないというか、いかに足に優しく。じゃあその吸水速乾とかそこまで意識するわけではなく厚で。そうですね。でなんかラウンド型とか二股とか5本指とかあるじゃないですか。そこもこだわりはないですね。今履いてるのは2本指2つ2個では 2股のやつ。へ、はい、パクロ。それは真似できるわ。すごい。それはなんとなくで、あの5本指だと、うん、単純に履きづらい。あ、それ間違いない。時間かかるしね。結構朝ね時間ないもんね。普通のあのワンソックスっていうんですか、うん、あれだとなんかランナーっぽくない。あー確かに。間取ったら二股になる。なるほどね。なるほど。もう一個でもこれみんなも気になってると思うんですけど、フルマラソンに向かってのラストのポイント練習ってなんかあります？最後の調整の仕上げ。あ、でもそれで言ったら、うん、あのレースペースのペース走ですね、うん、をやってます。何分とか、まあ、何キロ。距離はあんまり気にしてないですけど、まあ、6000から8000ぐらい。6000から8000かの最後の。じゃあ水曜、日曜日にレースあるとしたら大体水曜とか木曜とかですか？そうですね。へ、思ったよりちょっと長いなと思いました、僕は。あ、5000くらいかなと思ってたけど、結構6、8000くらい。そんなダメージ残んないですか？一つ言えるとしたら、うん、僕その水曜日のポイントレの前に、うん、あの最近マッサージ行くんですよ、うん、整体なので筋肉をしっかりほぐした後にちょっと疲労を入れるみたいなイメージ、うん、なるほどなるほど。それが最後の整体ですか、もうマッサージは？そうです。直前はそこまでいかない？直前いかないです、ね、なるほど、ね、あの緩みすぎると僕は良くないと思ってるんで。あ、はい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 。ちょっと緊張感を出してってことですね。そうですね。へえー、なるほど。当日レース出発しました、はい、どの時点で自分の調子を確認しますか？確認というかその認識しますか？今日調子いいな悪いなっていうの、何キロ地点とか、まあどこでもいいんですけど、どこで走ってて、うん、マラソンって意外ときついんですよ。きついよ。知ってる知ってる。でもふとした瞬間に慣れてくるんですよね、そのペースに。あ、はいはい、馴染んでくるというか、リズムに乗ってくるみたいな、はいはい、自動操縦モードね、僕がよく言うんですけど、はい、自動操縦モード、うん、そこのタイミングが早ければ、うん、調子がいいなと思います。これいけると思う。早い時はちなみに何キロくらいが自分の中で早い段階？10キロくらいで来てくれればいいなって感じ。あ、10キロ。なるほど。正直10キロまではもう無心なんで、うんうんうん、なんかもうスタートしてあれもう10キロかって感じになっちゃうんですよ、はいはいはい、でそのタイミングでなんかリズムに乗れてるなってなったら、うん、調子がいい。あ、今日いけるって思う。逆に調子が悪いなと思った時は、それこそ東京マラソン。おう、見ましたよ。めっちゃ早かったね一瞬でいなくなるんだから。僕自身今シーズン練習全然詰めてない状態で臨んだんですけど、うん、まあもういけるとこまで行ったろっていうので、うん、あの突っ走って走ったんですけど、それがハーフ通過67分だったんですよ、うん、でも、まあ、自分の走ってる感覚どっかでは軽くなってくれるだろうと思ったんですよ、うん、でも来なかったです。それが、30キロまで来ても来なくて、もうこれはダメだなと思って、もうそっからはもうきつさをいかに耐えていくか。結局 42.1km よりずっと耐えてたみたいな感じ。そうです。もうずっとなんかリズム乗らないなみたいな。へえー、あ、そうだったんですね。見た時はもう速いしか思わなかったけど。いやいや、もうこの次の 5km 通過時にそのリズムに乗れなかったらもう絶対苦しいなって。例えば俺だったら 20km 過ぎてもそれが来なかったらもう今日調子悪いなってちょっと思っちゃうんだけど、それでも下げようって判断にはなんないな、そのペースを。もう行くとこまでそれで行くっていう。そうです。もうやっぱすごいですね。実はこれ僕言いたかったこと。お、お願いします。お願いします。お、なんと、あのマラソンってきついんですよ。マラソンってきついんですよ。マラソンってきついんですよ。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 知ってる。だから知ってる。多分俺の方がきついし、多分、はい、ね、このついことにお金を払ってるじゃないですか。うん、そうだね。だからきつくなってからがマラソンの醍醐味だと思ってるんですよ。なるほど。ああ、まあいい考え方ですね。確かに。竹本さん、うん、きつくなってから耐えれてないんじゃないかなって。マラソンやってない？まだマラソンやってないです。なるほどね。もうきつい、ああもうダメだじゃないと、はい、そっからやっとお金払った分だよみたいな。そうそうそう、楽しまなきゃみたいな、はい、だってよ皆さん、だってよ皆さん、だってよ皆さん、それをちょっと今日伝えたくて。じゃあ僕が35とか37くらいでデッドラインが来る時あるんですよね。ここでも鬼垂れしちゃうみたいな、黄金の垂れって送るんですけどそっからだと、フルマラソンそっからエントリー費代だよっていう感じですよ。はい、ちょっとでも考え方としては新しいかもしれない。
僕結構きつくなってから耐えれる方だと思ってるんですけど、うん、ずっと 42.195 キロ耐え続けてる時もあるわけで、調子悪いじゃん。気づかずに。でもそういう時は逆にコスパいい大会だなと思って、ド M だー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 ド。でも実はあんま M じゃないのよ。 S でもあります。本当に どういうことそれは。自分をいたぶってます。なるほど。走ってる時僕第三者目線で見てるんで、こいつを走らせてるって僕は思います。ああマジで。こうやってちょっと客観的に見てるの。自分、そうです、自分をエースで叩きつけてます。それに自分が体が頑張る。そうですね。やっぱ変わってるこの人。でもその考え方いいかもね。最後のあのきつくなってからがお金払ってその醍醐味だよってことだもんね。そうです。来た来たってことだね。はい、きつくなってから来たと思った方がいいのかも。来ちゃったじゃなくて。そうですね、うん、来るもんだと思って。これを今日はじゃあ伝えに来てくれた。フルマラソンしてないじゃんまだって。そうですね、一応5回出てるんですよね。で5回失敗してるんですよ。まだやってないですか。フルマラソン、まだマラソンじゃないですよ。嘘でしょ。あのトラック振るとかダメ。あれまだ中距離で。中距離、まあ、トラックだしね。今度霞ヶ浦そのマインドになってみます。頑張ってちょっと意識してきつくなったら、はい、テロさん言ってたもんなみたいな。本当に今日でもありがとうございました。こんな中野まで来てもらっちゃって、本当にダウンジョグめちゃめちゃ早かったです。ヒロさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ランナーは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 足早い。